皆様こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー228、本日は新著の紹介のコーナーでございます。和久井恵先生の新著から、私が付けたタイトルですけれども、特別支援教育にアクティブラーニングが追い風と、ここ最近ですね、特別支援教育あるいは障害者、ASD、自閉スペクトラム症ですね、そういう、テーマを、取り上げておりますけれども、やっぱりこう特別支援教育アクティブラーニングとかどちらかったら、ハードル高いと言われるのが一般的ですけれども、そこをですね追い風と、和久井先生おっしゃってですね、そういうところの考えをですね、お話を伺いたいと、思いました。和久井先生こういう方ですね、白百合女子大学人間総合学部の准教授の先生でいらっしゃいます。発達障害児、その教育ですね、ご専門とされている先生でございます。はい、でこれが新著ですね。タイトルはそのまま、特別支援教育とアクティブラーニングと、一人一人の違いを生かす通常学級での教え方学び方と、特別支援学校だけの話ではなくて、そういう特別支援を、必要とする子どもたちを、含めた、通常学級での、ソーシャルインクルージョン、インクルーシブな授業、そういうものも説かれている、非常に私と勉強しないといけないテーマでございます。で、今回の動画ちょっと時間の関係でですね、第7章実践紹介いろいろしていただいたんですけども、ちょっとすいません、カットということで、第1章中心に、考え方ですね、お話をいただいているところを、皆様に配信いたします。ぜひ事例のところですね、本を手に取って勉強していただければと思います。で、こういう実践事例のところもね、あったということです。で、第4章にですね、伊藤孝道先生、九州大学の先生の自己調整学習とアクティブラーニングと、後遺症もこの本には収録されております。伊藤先生、私たちのこの、動画の中でですね、この主体的に学習に取り組む態度、そういうテーマで自己調整学習の、インタビュー答えていただいております。合わせてですね、ご覧いただければと思います。それではですね、ご覧ください。発達障害に限らず外国籍のお子さんですとか、いろんなお子さんがクラスの中にはいると思うんですけれども、そういう多様性のある学級の中でアクティブラーニングどうやっていくか、特別支援教育の分野では授業のユニバーサルデザイン化っていう言葉がもう十数年来トピックで、どの子も分かる授業作りっていうのがいろんな自治体などでも研究者とも取り組んできたところです。で、皆様ご存知の通り、2022年に、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査、これ10年おきにやっていますけれども、前回が 6.5% だったものが、今回小中学校 8.8% で、今回高等学校も対象に調査が行われまして 2.2%、そういった児童生徒が在籍するっていうことが、分かりました。でますますそのどの子も分かる授業というか、いろんな多様な子どもたちがクラスの中にいるっていうことに、すごく苦戦されている先生方もいらっしゃって、どの子も分かるユニバーサルデザインの授業作りっていうのが本当に現場の切実な課題、喫緊の課題になっているかと思います。でこれをどうやって解消していくかってことなんですけれども、学習指導要領の改定の全体的なこう流れの中で、主体的対話的で深い学びっていうのはアクティブラーニングの視点に立った授業改善っていうふうに、アクティブラーニングっていう言葉でも言い換えられていますので、アクティブラーニングってこの本書では言葉を使ってますけれども、現場で主体的対話的で深い学びっていうものと同じものだっていうふうに考えて理解していっていいかなと思います。でこのアクティブラーニングを推進するっていうのは別に特別支援教育の流れと反するものではなくて、逆に追い風だなというふうに思っています。発達障害の子だからというわけではなくて、本当にクラスにいる
どんな子も一人一人認知特性や学び方が違っていて、その障害あるなしに関わらず、いろんな子どもの多様性に応える必要性がありますよっていうことがいろんな研究で指摘されています。令和の日本型学校教育における子どもの学びの姿っていうことで、個別最適な学びと共同的な学びを一体的に充実するんだっていう方向性が打ち出されたっていうのは、本当に特別支援にとっても嬉しいことだなというふうに思っています。で、共同的な学びをグループで何かしながら個別に最適化していくっていうことは、一体的に充実することは、不可能ではないし、全然矛盾はしないです。で、個別最適化していくっていうことでは、子どもが自分で自己調整していくっていうことが一つ鍵になるかなっていうことと、自分がそれ、いろんな方法で個別に一人一人がいろんな違うことをやりつつ、でもその違いを異なる考え方が組み合わさって、また新しいアイデアが生み出されたりとか、違うことによって、あ、君はそう考えるんだ、僕はこうだけど、そっか、そんな違いがあるんだっていうところの中から深い学びが生じたりっていうことで、両方を組み合わせるとすごくすごいことが起こるっていうのを、まあ、実践の中でもすごく体感しています。まあ、自分のこれまでの研究の知見ですとか、他の研究知見などから、まあ、ユニバーサルにどのお子さんも、学びを主体的で対話的で深い学びを実現するためのポイントとして4つ本書では挙げています。1つが、一人一人の学び方の多様性を前提とする。一人一人違うんだっていう出発点に立つっていうことです。そして、共同学習の研究で成功する条件っていうのが5つ挙げられてるんですけれども、まあ、それに私が1つプラスしている6つの条件があります。ずっと本当に長らく共同学習を、研究されているジョンソンらという有名な先生がいらっしゃるんですけれども、その先生方は成功する共同学習というのは、5つの条件を備えているっていうことをおっしゃっていて、1から5までですね、この要素がしっかり組み合わさって満たされていると、班長さんだけがカリ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 プリントを書いて、他の子たちは手を抜いてただ見てるだけとか、そんなことではなくて、みんなが互いに学び合ってやり取りして、で、しかも、この分は誰々さんがっていうふうに、それぞれ個人がしっかり課題に取り組む部分があり、その一方で協働したり、お互いに、なんでしょう、交流する中で新しいアイデアが生まれたり、っていうふうな、まあ、そして、協力しないと、達成できないような課題であったり、教材が1個しかなくて2人でシェアしないといけないとか、まあ、そんな仕掛けがあるとうまくいくっていうふうに言われています。で、あと、そのうまくいったこと、いかなかったことをチームで全体で振り返っていくことが大事だというふうに言われています。でも、普通の通常の学級で、授業やってプリント学習してグループでってなると話し合う時間なんかはあるんですけれども、結局発達障害の生徒さんがじっと黙って辛抱強く座っていて、隣の子のじゃあこれっていうふうにプリント出されてその答えを写すとか、そんな感じになってしまうので、もうちょっとなんかいい学びにならないかって考えた時に、書くだけとか読むだけからもう少し絵を使ったりとか体の動きを使ったりっていう風な多感覚とか、マルチ知能ってここに書いてありますけれども、多重知能と言った方が心理学の先生方はご存知かもしれません。ハワード・ガードナーの多重知能の8つの多重知能の視点から教材をいろいろ工夫していくっていう風なことで、書くことが苦手な子たちとか話すことが苦手な子たちも、生き生きと参加して、他の子と同じようなこう活躍ができるというので、この6つというのを挙げています。学校の先生方で共同して学ぶときに、
これはやめた方がいいんじゃないかなと思うのが、これは、最初に出した学び方を学ぶという本の表紙なんですけれども、で、よくあるのが、グループ学習最初にやり始めると、こう、困っ、あの、勉強できない子に先生が付きっきりで1対1で指導をしたりとか、まあ、そのグループに、せっかく学び合ってるのに、ここでミニ授業が始まったりとか、それは、共同、人数が少なくなっただけで、子供同士の共同というのは生じないので、そうじゃなくて、先生は子供たちが共同するための投げかけを、誰々さんわかんなそうだけど、誰々さんなんか説明してあげればとか、そういう先生が教えるんじゃなくて、子供が教えることを促すような、そういう役割ということで、その役割の変換が、なかなかこう、頭が切り替えるのが難しい。最初の段階はそこがちょっと難しいかもしれないんですけど、そこ乗り越えられると、全然、共同の、先生の授業のやり方っていうのがスムーズになっていくかなと思います。3番目が集団随伴性からの研究からなんですけれども、判別でグループ活動することあると思うんですけれども、そうすると班の班で競争っていう文脈も共同だけじゃなくて競争っていう文脈もともすると発生するんですけれども、こう学級経営とかクラス経営クラスを動かすっていうことで考えると、クラス全体でみんなで協力するっていう方向づけの共同学習の方が、私はいいのではないかなと思います。で、そうすると、先ほどの、まあ、グループの机がいくつかあったとして、A 班が先に答えを見つけて、B 班がまだ悩んでいるときに、競争だと、僕たちの見るなとか真似するなっていう話になるんですけど、クラス全体でみんなが分かるように今日は頑張ろうっていうふうな投げかけにすると、A 班ができたら A 班の子が B 班の子に教えに行くんですよね。っていうふうに、真似るとか、友達のいいところも教えてもらうっていうことがより方向づけられます。まあ、競争の文脈だと共同なのにそれに反することが起きてしまうので、クラス全体を単位としたものにした方がいいのではないかなと思います。で、その集団性というのが、まあ、グループのサイズをどうするかっていうことですね。駅伝はチームで全員が協力して、1位とかっていう風な賞状がもらえたりしますし、クラス対抗リレーは、まあ、代表の人が頑張ってクラス全体に賞状がもらえたりとか、クラス対抗リレーは全員走りますね。代表リレーは代表の人が。っていう風に自分の行動だけじゃなくて、他の人の行動が、結果とかご褒美とかそういったものに影響している事態を集団随伴性っていう風に言います。それから4番目ですが、学びのユニバーサルデザインというのを、キャストというアメリカの情報機器なんかも、の、での支援なんかにも、の研究をずっとしていたような機関が、この QR コードをたどっていただくと具体が出てきます。認知特性がいろいろなので、いろんな、教材とか先生の働きかけっていうのは2番ですね。先生がいろんな絵で提示したり、言葉で提示したり、写真で提示したり、音楽で提示したりっていうふうに、いろんな提示の仕方、オプションを設けましょうっていうことと、丸1番が子ども自身がこう持続して取り組んでいくための工夫もありますよね。それから、3番目が子どもがこう分かっていることを表出したり行動で示すっていうことにも、従来一般的な授業だと書いて、プリントに書いてとか、まあ、発表してくらいだと思うんですけど、まあ、そこにもいろんなオプションとか、ICT の機器を使って、書けない子がタイプ打ちをするとか、いろんな手段を用意しましょうっていうふうな、そんな原則です。まあ、共同のグループで活動を入れても、
ぱり授業の狙いがしっかりしてないと、何をどう協力していいかっていうのが分からなくなっちゃうので、まあ、ここは絶対しっかり教材研究して、そして、マルチ知能化していただいて、いろんな歌ったり、劇化したりとか、体で示したりとか、そういうことにすると、発達障害の子どもたち、学力が低位の子たちがすごく生き生きとしだします。そして、まあ、共同的な、そういう設定をすることで、仲間と感情体験や感情を共有して、そしてすごく仲のいい、親和的な集団になっていけます。ただ仲良くするだけじゃなくて、一方で自分で工夫する。で、自分で、どのやり方で、僕は体を使って学ぶんだとか、僕は絵にしてみるんだっていうふうに、先生から与えられるのではなくて、自分で選ぶっていうところまで、引き上げたいっていうことで、自己選択とか自己決定とか自己調整するっていうふうなことを先生は促すような授業にすると、すごく、どの子も本当に全員の子が、何かしらこう学び取る授業っていうのを私も何回か経験しているので、そういう共同的な学び合いと、そのマルチ知能を活用して自分で学び方を考えるっていう、その2つを組み合わせた、そういう授業を作っていくっていうのをずっとやってきました。まあ、共同っていうのが睡眠のお話は赤いお魚との兄弟と、黒いお魚が、スイミーが協力して、課題解決していくので、まあ、その共同学習の象徴としてスイミー。それから、風呂敷っていうのは、丸いものとか、スイカのようなものとか、菓子折りとか、ワインのボトルとか、そういうものを一枚の正方形の布でしかないのに、いろいろくるんで、持ち運んでっていうふうな形で、その課題に応じていろいろ学び方を変えて課題解決していく子どもたちをイメージして風呂敷忍者というふうにしました。で、このハワード・ガードナーの、マルチ知能、多重知能を、子どもに分かりやすくピザの形にして、教育現場に広めてきているのがアームストロングさんなんですけれども、で、それプラス、発達障害の子どもたちのことを考えると、どうしても多動とか注意に問題があるとか、あるいは記憶の部分で問題があるとか、学校にまず、あ、学習にまず参加するっていうところの、先生に怒られて、ちょっともう情緒が乱れてしまったりとか、やる気がなくなっちゃったりとかっていうふうな、まあそういうことで、やる気とか記憶とか注意とか、そういうことへの、配慮を授業の中でしてほしいっていうことがありまして、この3つもあえてちょっと取り上げました。で、これをやる気、記憶、注意のやる気トリオというふうに名前をつけて子どもたちにも伝えています。先ほどのマルチ知能のピザのこととか、このやる気、記憶、注意っていうのは子どもにももう伝えてしまって、この8たす3の力を使って勉強を工夫していこうねっていうふうに伝えています。で、子ども用のテキストなんかもあるので、まあ、これも使ったりもしています。データはQR コードでアクセスできるので、よかったら使ってみてください。